はい、今回のダヴィンチリゾーブの使い方動画なんですけども、僕が普段使い慣れているプレミアムプロの爆速のショートカットをですね、完全再現していく動画になってます。特にですね、 YouTube 動画を撮ってる人にはあるあるだと思うんですけども、一本として撮影して、で間違ったテイクとか隙間をザクザクと切っていって、で消していく工程っていうのは非常にめんどくさいですね。でこの工程を限りなく効率化したい人向けの動画になってますので、ぜひですね、ここを覚えたいっていう人は必見の動画になってます。でキーボードショートカットをちょっとカスタマイズしているんですけども、まあ、本当に便利なのでぜひ参考にしてください。それではですね、まずどんな風に編集しているのか手元を共有していきたいと思います。使うのは3つのキーだけです。 Q と W と Z、 この3つだけですね。それぞれにカスタムして割り当てていきます。で左手だけで全部操作できるようになっているのがポイントです。でまず Z で、例えばここって決めたら、 Z でタイムライン上カットしたいとこで Z を押します。そうすると全部が切れます。でそれで例えばちょっと進んだこの手前の部分を冷たいってなった場合はですね、ちょっと分かりやすく多めに切りますけども、冷たいなっていう時は Q を押します。そしたらですね、ここさっきバスッと全部切れます。で逆にこっち、この余白の部分いらないよっていう場合はですね、W をします。そしたらこの余白の部分が全部消えます。まあ、こんな感じですね、結構使えるショートカットになってます。でプレミアプロで非常に重宝していて、ファイナルカットでもやろうとしたんですけども、こっちはですね、どうしても再現できませんでした。でダヴィンチでもなんとかできないかなと思っていろいろ試した結果解決したんで、それをですね、今ご案内してます。で次にですね、今度は画面を共有してキーボードショートカットの割り当て方っていうのを説明していきたいと思います。キーボードショートカットの割り当て方を説明していきます。まずメニューバーに行きます。それでタイトルのとこからキーボードカスタマイゼーションを選びます。日本語メニューだったら日本語が出ていると思います。でキーボードショートカットが表示されるので、ここでですね、割り当てを変えていきます。で元々 QWZ に割り当ててあるキーのショートカットを消す必要が出てきます。でなくて困るっていう場合は、割り当てるキーを他で考えてください。で僕はプレミアプロと合わせたいっていう気持ちもあるので QWZ に当ててます。 Z 自体はプレミアプロでも本来他のキーが割り当てられているんですけども、僕は Add Edit に変更して使っています。というわけですね、今変更すると Q がこれ選んでください。 Start to Play Head、 Ripple の Start to Play Head を選択します。で W にリップルのエンドトゥープレイヘッドが入ります。で直したいときはこれバツしてこうやって押せばいいだけなんで、それでやってください。でですね、 Z に入れるのが、 Z にはですね、このレーザーの Z を選択します。はい、というわけですね、今回はダヴィンチリゾーブでプレミアムプロの爆速キーボードカットをですね、再現してきました。でこれをマスターすると編集めちゃくちゃ早くなるので、ぜひですね、参考にしてみてください。実はですね、ダヴィンチにはもっとすごい機能があって、まあ、自動的にですね、動画内容を読み取ってカットポイントをザクザク入れてくれるっていうですね、恐ろしい機能もあるみたいなので、これはですね、また僕自分で試してから、まあ、いい感じだったらですね、動画にして紹介していきたいなと思います。こんな感じですね、動画クリエイター関連向けのネタを中心にやってるチャンネルになります。チャンネル登録まだの方いらっしゃったら、チャンネル登録はですね、忘れずにお願いいたします。そしていつもご覧いただく方は本当に感謝しておりますので、引き続きお楽しみください。というわけですね、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。